成田空港と羽田空港からは今日1日で合わせて7万7000人が出国します。入国のピークは5月8日の予想です。国内線も今日が下りの混雑のピークで、上りのピークは5日の見通しです。鉄道です。各新幹線も今日が下りの混雑のピークで、午前中の指定席はほぼ満席です。 U ターンの上りのピークは5月5日の予想です。高速道路も朝から混雑しています。午前8時半に東名高速下り伊勢原バス停付近で33キロ、関越道高坂サービスエリア付近で25キロなどの渋滞となりました。下りの渋滞のピークは5月3日、上りは4日の予想です。